カイドウのラピッドトリガー西村です。 Easy ツールのアップデート設定変更したので紹介します。名前は出さないんですけど、世界で戦っている人の設定を真似してみたらめちゃくちゃ安定したので、最近はこの設定に落ち着きました。左右に動く A と B を器用感度 0.5 にしました。元は 0.2 でビンビンの設定にしてたんですけど、 0.5 にしたらなんか安定するんですよね。これに慣れてきたら 0.4、0.3 と落としていきたいと思っています。なんか調子安定しない。打ち合いの強さにムラがある人は試してみてもいいんじゃないでしょうか。ここからはイージーツールの取り直しなんですけど、最近発売された VK7120 映画の人が今のバージョンにアップですると設定初期化されます。結構こだわって設定してた人はいきなり初期化されると思い出せないと思うので、メモしておきましょう。アップデ後はキー感度一括で設定できるようになってめちゃくちゃ便利になりました。これは私が気づいていなかっただけかもしれませんが、プロファイルをショートカットで変えれるんですよ。作業で使うとき、ゲームで使うとき、ショートカットですぐ変えれるのはめちゃくちゃ便利なんですよね。今後の後でも期待したいです。交換用静音キースイッチも発売されたみたいですね。私は VK600 円の打鍵感が最高すぎて買わないと思いますが、静音スイッチが好きな人にはかなりいい商品になっているんじゃないでしょうか。Easy ツールのおすすめ設定やったらぜひ教えてください。ではまた。